トイストーリーホテルに到着しました。じゃん。もうちょっと時間になっちゃったので一旦チェックインはせず、駐車場に車の中に荷物も置いたまま、そのままパークに向かいたいと思います。帰ってきてからね、荷物出してチェックインしたいと思います。めっちゃ久しぶり、めっちゃ久しぶりに、あ、背景がかわいい、トイストーリーホテル来たよ。じゃあ行ってきます。バケーションパッケージの2日間が始まります。で、トイストーリーホテルでチケットホルダー交換しようと思ってたから、 C がどこにあるか調べてないわ。あ、裏を見たら書いてある、交換所。しまして、とりあえずまず最初にバケーションパッケージのチケットホルダー交換しに行きたいと思います。ディズニーシーはビラドナルドかタワーオブテラ横のメモラビリエンスかミラコスタの中のミッキランジェロギフトのどこかで交換ができるみたいです。一番インして近いビラドナルド行きたいと思います。シャボン玉、シャボン玉、ここですね、ビラドナルドホームショップ、ここで買います。この2つ着替えてきました。今この2種類があるんだって。これはね、見たことあった。後ろにフリードリンク券入れられる、このバケーションパッケージのところかっこいい、かっこいい。これとこれ新しいやつだと思う、多分初めて見ました。でもこれはね、特に窓はついてないからフリードリンク券すぐ見せれなさそうだけど、ここにミッキーさんのカラビナもついてる。この2つでした。イエーイ、初めてバケパのこれつけた。バケパ、バケパ、かっこいい、かっこいい、バケパ。早速飲もう、早速フリーパス、フリーパスですけど、かっこいい。じゃーん、まずはどんどりスナックでスペシャルアイスコーヒーをフリードリンク券でゲットいたしました。これね、下、そこがあったかい、そこがあったかい、900円でございます。これもしかしたら一番高いんじゃない、交換できるドリンクで一番高いような気がする。900円でございます。どんどりスナック、この時間は待ちほぼなし。風が気持ちいいです。今日は風が気持ちいいね。あ、なんか手を押した。今日は風が気持ちいいね、うん、じゃあこちらいただきます。1杯目ビールじゃなかったけど、飲んでもいい、もう
いただきます。多分言われなかったけどしっかりかき混ぜた方がいいよね。ぐる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 、いただきます。大人のドリンクだこれは。コーヒーの苦味がしっかりある。あのカフェオーリンズで売ってるのに見た目は似てたけど、こっちはかなり大人の味。カカオニブって感じ。あのアバタードリンクあったじゃん、あの時乗っかってた上のやつに同じやつ。同じやっぱり。おお、ホンドリエスナック。本当にね、再会後初めて来た、コロナ前に来て以来ぐらいに来たんですけど、コーヒーの香りがめっちゃいい香りしたね。私絶対アイスカフェラテ2杯ぐらい飲みたい。うん、美味しい。あなた好きそう、苦いから。アイスコーヒーの味がしっかりする、コーヒーの味が。シロップもらったけど、でもない方が美味しい。テク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 。ね、ゴンドラ行かない？じゃねえペー、ゴンドラ乗らないって言ってたじゃん。ねえペー、ゴンドラ乗らない？いいよ。何これ。じゃあゴンドラ乗りに行きます。エッツゴー。日が出てきたね。本当に雨降るんですか今日。さっきの時間とあと夕方一瞬ちょっと、でも 40% だったと思う。じゃあ晴れてるうちにゴンドラ行きましょう。ゴンドラに並んでます。15分待ちです。15分待ちで乗ってきます。15分待ちで、私めっちゃ短い、ラッキーと思ったけど、大和さん曰く今日は混んでるらしい。もっと短いと思ったんだって。5分待ちぐらいだと思って乗りに来たんだって。でも15分で乗れたらいいね、ゴンドラ。そう思わない？うん、並んでます。伝わるかな、伝わるかな。雨降ってきちゃった。これから乗るっていうタイミングで、じゃじゃん、雨降ってきました。結構ポツポツしてるけど、なんかこうやって上見てもわかんないんだけどな。水面だけ見たらわかる。はーい、できまーす。じゃじゃーん、乗ってきまーす。ラララさあ、これからの橋の下はゴンドラが通る水路の中で幅が一番狭いところです。創生役のお姉さん、腕の見せ所なんです。お姉さん頼んだよ、任せといて。はい、任せといよ。はい、こちら橋の下を通りますと美しい景色が広がります。カメラやスマートフォンをお持ちの方はぜひお手元にご準備ください。皆さん、ここはパラダイスの港、モルトパラディーゾです。見てください、この眺め。この景色はこのゴンドラに乗った皆さんしか見ることのできない特別な景色です。カメラをお持ちの方はぜひこの景色を背景に映してみてはいかがでしょうか。
久しぶりのゴンドラ体験してきました。雨降ってたけど私たちが乗ってる間はまあ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 ちょうど気持ちいいぐらいっていう感じで、気持ちいい船旅でございました。ちょっと雨よけのついでにおじさん家行かない？いいよ。ダッフィーの新しいグッズを見たいです。じゃあマクダックスデパートメントストア全部行ったに行きたいと思います。わ、ちょっと雨が強くなってきてしまいましたね。テク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 、かわいい、かわいい、ガガガで、ピンバッジもすごい可愛いんですけど、大きいね、ピンバッジ可愛い。1個1100円なんだ。じゃじゃーん、可愛いです、ピンバッジ。キャンプチェア、ポーチセット、シール容器、ランチバッグ、マルチガーゼケット、ピクニックシート、見て椅子かわいい、サイズもかわいいサイズだね、子供サイズぐらい。ぬいぐるみバッジ、かわいい、かわいい、じゃあかわいいです。タオルセット、ポストカードセット、ハンカチ、そして私が欲しいのはこれ、何が出るかわからないキーチェーン、これだよね、星座みたいな、これの何が出るかわからないキーチェーン。これの何が出るかなの、バラ売りが欲しかったんだけど、今はもうセット売りしかないんだって。そう、それ諦めます。テク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 、雨が降ってきたのでニューヨークデリーに避難しました。多分同じ考えの人が多いからか、ちょうどお昼ご飯時なのか、ニューヨークデリーは混んでます。まあ、レジは5組待ちぐらいだけど、席を見つけるのが大変です。じゃあ私たちは2時から3時でソアリーに乗れるので、あと15分ぐらいで2時になる。軽く休憩したらソアリーに向かいます。あ、これはノートバケパー、 This isこれはバケーションパッケージで使えました。これノートバケパー、
アップルティーソーダとオレンジジュースです。どうぞ。乾杯。ではニューヨークデリで休憩をしていたんですけれども、すっかり晴れました。さっきまでの雨がバカみたい、嘘みたいにすっかり晴れまして、時刻がもう2時半です。私たちは2時から3時のソアリンのバケパの件があるので、あと30分で終わっちゃいますので、ソアリンの方に向かいたいと思います。このさ、雨上がりの晴れの時が一番暑い、ムシムシ。でもこのよくパークに来てパークの暑さに慣れてるせいか、私はね今日はまだハンディファンは一回も使ってない。そこまでハンディファン使うほどでももうまではないかな。今日は喋ってた、ハンディファン使うまでではないぐらいの暑さです。今日はよかった。じゃあソアリ行ってきまーす。よし、ジアンソアリ行ってきまーす。本来で始まりました。自分で出す？これ券。いい？持つ？1人にならないように、お兄ちゃんが気に入ればもう一回乗れるようにしておこうかなと思っていて、はい、シクラのパークのチケットって出せそうですよ。ちょっと理解できない。撮影ができるようになったんだよね。でもなんかすごいイタリア国旗みたいになっちゃう。イタリア？舞台はイタリア？だからこんなイタリア国旗みたいになるのかな。プロジェクターの光だから。私の愛しいアレッタ、皆さんにご挨拶して。ファンタスティックフライトミュージアムにようこそ。そうね、ここにいる皆さんは夢を見ることが好きそうよ。私は物心がついた頃から鳥のように自由に空を飛ぶことを夢見ていました。ストロースのスパークリングドリンクが1点です。ありがとうございます。はい、私まで失礼いたします。よくまじでお召し上がりくださいませ。ありがとうございます。じゃじゃん、スパークリングドリンクバケバでゲットしました。ソアリン乗ってめっちゃトイレ行きたくなって、飲み物飲みすぎてるからトイレした帰りにまた飲み物を。空いてると思って、ザンビ誰も並んでないから空いてると思って買ったけど、やっぱりレジ誰もいなくても注文してから受け取るまでは5分10分かかりますな。じゃじゃじゃん、せっかくだから無料でゲットしてきた。自分のだけ持ってきた。半分こでいいやと思って、私そんなに飲まないから。そんな言い方怖いでしょ皆さん。はい、飲んでいいよ。これレモン2個も入ってたっけ。飲めるかな。そう、お腹いっぱいでしょ。結構水分で。何味？これ飲んだことあるよ。なんかシトラス、グレープ、ガゼーポで売ってるやつ。うん、
美味しいでしょ。よく混ぜて飲むやつです。うま。じゃあこれいただきながら、お、意外と並んでる。トランジット、トランジットでロストリバーの方行く、うん、じゃあ行きましょう。今日はレイジングに乗りたい、はい、なんでレイジングに乗りたいんですか。レイジングお誕生日なんでだそうです。すごい音するでしょ。ザンビの氷見て、これな、長細氷、不思議だよね。このさ、大きいストローのやつってさ、今日朝飲んだゴンドリエのやつもそうだけどさ、最後さ、気まずいぐらい音鳴るよね。さあ、次に見えてきたのは時空を超えた未来のマリーナ、オートディスカバリーです。ここでは科学と自然と人類の共存を目指して、いろんな研究が行われているんですよ。イレリアンハーバーからの船旅、お楽しみいただけましたか。ご案内はトミーフィッシャーでした。トランジットスチーマーラインに乗ってきました。ということでロストリバー到着。もうすぐ16時だね。さすがにお腹空いてきた。お腹空いてきました。水分取りすぎてるけど、暑いけどいつもより暑くない。ロストリバーデルタでのドリンクはマンゴータピオカ、スパークリングマンゴータピオカドリンクを絶対飲みたいと思います。この辺でだってやったー、マックス、かわちい。おー、起きてるのかな、気になるね。覗いちゃうの、覗いちゃう、どう寝るみたい。戻らないで、戻らないで、起こさないで。ああ、恐竜の骨に包まれて寝てるわ。ああ、かわいい寝顔で、お写真一緒に撮っちゃいますか。撮影の人がたところからのご挨拶でお願いいたします。写真撮ってほしい。私もあの、あ、そう、お父さん。お父さんにこれ、あ、はい、私もさっきみたいに、ま、こうやって。スポーツ万能なんでね。オッケー、ありがとう。かわいすぎる。に会えました。かわいい、この格好のマックス。マックスに言われて今日私グーフィーの格好してるの思い出した。よかった、今日グーフィー着てきて。ナイスナイスタイミング。めっちゃかわいかった、マックス。見て、こんなにグーフィーで、こんなにグーフィーだった。よかった。私めっちゃ久しぶりにあのマックスに会ったよ。まあ、ロストにしかいないしてね、うん、その時に、そんな日にこんなにグーフィーでいるなんて超タイミング、運命だった。だから、で、そしてマックスに会ったら元気になった。まあ、もともと元気じゃなかったわけじゃないけど、より元気になった。キャラクターに会うとやっぱ元気になるね、うん、最高の写真も撮れました。それがこちら、じゃん。で、
あれ方向的には一応レイジングの方に向かってはいるんですね。レイジングが40分待ちだったので彼悩んでます。どうしますか？わかんない。とりあえず前まで行きます。テク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 。私たちはレイジングに向かう前にまたまたこちらのバケーションパッケージを使うべく浴衣に来てドリンクをゲットしました。ただこれはヤンマクさんのドリンク、コーラ。あ、近づくなってそうか、結構アップになってる。これはヤンマクさんのドリンク。私は浴衣だからビールが飲みたいって言ったんだけど、もったいないからダメと言われて買えませんでした。ビールはいつでも買えるからって言われて、今もだっていつでも買える。今撮ってもらったのをチェックして見てみたけど、顔の太り具合マジでやばい。自分じゃないみたいに顔が太ってる。昨日深夜2時ぐらいにカップラーメン食べてるし、カップラーメンだけじゃない、実は手羽先も食べた。手羽先3本ぐらい食べた。すいません、結局休憩ということで生ビール買ってまいりました。まずいただきます。最高。休憩ということで今浴衣のテラス席外に座ってるんですけど、私は今日はね全然、そんなに暑くないです。ハンディファンも持ってきてるけど使ってない。今までの過酷な暑さに比べたら今日は全然暑くない方、全然ハンディファンいらず。もちろん使ってる人いっぱいいるけど、私たち外のもっと暑いディズニーに慣れすぎたから今日は過ごしやすい方です。全然じゃあ休憩して、ビリーブって今何時からだっけ。8時半。そんな遅くないか、8時。タワーオブテラーにゆっくり回りながら乗りに向かうか、そっち方面に向かっていきましょう。お腹が空きました。だってもう5時だよ。ポテト3本今日食べた。お腹空かないらしいです、山田さんは。でもまあポテト食べてたけど、いっぱい飲んでるから。いっぱい飲んでるけど、山松さんはニューヨークデリーでポテト食べてた。でも今日のニューヨークデリーのポテト塩が全く効いてなくて微妙でした。あそこで私はリコピンは一袋食べました。いやすごい、今私稲川淳二みたいなライティここだけ明るくて下から照らされてる。怖いな、怖いな、怖いな、怖いな。今緊急で動画を回しています。今5時。レイジングはもういいやとおっしゃったので緊急で動画を回し始めました。そう、今ね5時なんですけど、ビリーブが8時、あと3時間、でレイジングが今30分ぐらいなんですよ。35分ぐらいかな、まあ、なんだかんだ乗って4、50分かかる。でこの後タワテラも行かなきゃいけないし、タワテラはでもいつでもいいからビリーブ5でもいいんだよ、ワンちゃん。でもビリーブ5だとラインカットになっちゃったらもう無理だもん。そうだね、だからタワテラはビリーブ前に行きたいから、で移動とかも考えるとちょっと時間がギリギリになってきたかなと思って。でも今日終電だから乗りたいのよ。全然乗れるでしょ、時間的に。行ける？
待ち時間にビビってんな。いや、ビビってはないじゃ。私でもシンドバッドも久しく乗ってないな。乗りに行こう。この画面越しで見てもめちゃくちゃ焼けてるのがわかる。でも日焼けしてるほどアロハシャツは似合うよ。そんな色も黒くないよ。このね、やっぱね、あの明るい色のアロハシャツがいいよ。白ベースのだから弟子のアロハシャツいいよ。うん、うん、白のね。言うほど黒くない？どう思うけど。みんなに反応してる。いやいや、本当に本当にそこまでじゃないと思う。びっくりする。うん、全然。顔は映せないからあれだけど。行きましょう。はい、じゃあレイジングスピリッツに行くということでよろしいですか。レイジングに行ってきます。レイジングに最後に乗ったのいつだろう。動画を見直してかないとわからないぐらい久しぶりに。何周年今日が。いつだろう。ちょっと不明なんです。40じゃないんだよね、全然。 C がまだ20。あ、そうだった。今日ランドじゃなかったんだ。14、15年ぐらいじゃない。14、15周年のお祝いに行っていきたいと思います。全然違ったらごめんなさい。テク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 。今回このバケーションパッケージのスリードリンクで絶対飲もうと決めていたカウボーイクックハウスのスパークリングタピオカティーマンゴー味を買いに来ました。10分待ちぐらいです。よっしゃー、飲むねー。かわいいね。あだこめちゃんに可愛くちゃって。これでスパークリングタピオカティー1つください。あ、せっかくだから無料でゲットしてきた。自分のだけ持ってきた。2つください。お二人かしこまりました。よし、来た。バンクリのタピオカティー、あと2つで、次の指導を出していきます。タピオカティーよくかき混ぜてから。あ、私はじゃあマンゴータピオカティーを買ってきました。最初1個って言ったんだけど、あっと思って、あのシトラスドリンクの時を思って、なんで自分の分しかって言われたら嫌だと思って2つ持ってきました。正解正解。ちょっと飲んでみて。じゃあストローでこう。よくかき混ぜてください。すごいね、これ果肉。でもこれ500円なんだよ。500円だ。量が少ないからかな。そうく。あ、絶対言うと思った。そうく。久しぶりに食べ飲んだでしょ。うん。美味しいですか。すごい果肉マジで。量が少なくていいね。うん、うまい。そんなに並びませんでした。ほんと。どれどれ、じゃあ私も。おいしい。そうグッドって言うと思ったでしょ。そんな一筋縄にはいかないわよ、私は。うん、そうグッド。てか来るときレイジングのさ、待ち列見てちょっと尻込みしてる。でも35分。なる？オーマイガー、オーマイガー。今どこに向かってますか？あの風呂。すっかり日も落ちてきて、より涼しくなってきました。ただいまの時刻18時。ハーバー沿いはビリーブ待ちをする人で、1列目はもう結構埋まっております。今日結構空いてると思うんだけど、それでも1列目は
2時間前でギリギリって感じですね。あ、来た来た来た、ウエストトレールウェイです。よし、じゃあ向かいましょう。チャーラー、バケーションパッケージのアトラクション利用券を利用してタワーオブテラーにたどり着きました。やっとたどり着いた。ただいまの時刻6時35分です。ではでは、タワテラ行ってまいろう、出まいろ、出まいろ、ピンとは合わない。タワテラ行ってきます。タワテラ行ってきます。並んだら何分待ちなんだろう。スタンバイは60分待ちです。でも思ったより長くないね。60分待ちです。それでお願いします。中でのツアーの所要時間が20分前後かかりますが、今後のご予定などは大丈夫でしょうか。ではご案内します。はい、できます。やべえ、そうだ、ここで止めなきゃと思ったけど、タワーオブテラーもソワリに引き続き中でも撮影ができるようになってるんですよ。はい、このハイタワー3世初めて撮れるかも。ドローン、このハイタワー3世初めて撮った。だってダメだったでしょ、もうここで。え、嘘、でももうここで撮ったらと、しまってくださいって言われてたから。さーらー、はーい、あとは黒い線手前でお待ちください。ほら、素敵なカメラ。さっき黒い線止まらないようにしてお待ちください。この扉が開く瞬間も撮れるわ。皆さんこんにちは。ニューヨーク市保存協会が主催するタワーオブテラーのツアーへようこそ。ここホテルハイタワーにある貴重なコレクションを忘れて、ホテルの創立者大富豪で探検家のアリソン・ハイタワー3世が集めたものです。1899年12月31日ハイタワー3世はホテルで記者会見を開き、アフリカの秘境で手に入れたシエキュートゥングと呼ばれる奇妙な偶像を公開しました。そしてその夜彼は行方不明となりました。まもなく扉が皆さんの方に向かって開きます。ハイタワー3世の書斎でタワーオブテラーの謎について紹介した後、秘密の倉庫へと皆さんをご案内します。扉が開くまでもう少々お待ちください。それではもう間もなくで扉が開きます。扉開きましてもご案内するまでその場でお待ちください。扉開きます、お気をつけください。その場でもしかしたらお待ちしてください。足元気をつけてお進みください。じゃあ、はい、私と同じ運命になるぞ。私の忠告を聞け、呪いは本物だ。シーキュートゥンドゥの目が立ち、早く逃げろ、まだ間に合う。
川寺乗ってきました。最高、何回乗ってもやっぱり最高。私は一番好きだ、やっぱり玉子寺が。なんかもう最後、最後の最後、ビリーブとかも終わった後、待ち時間が短くなってたら乗りたいよ。それぐらいやっぱり最高でした。タワーオブテラー最高、オーサム。早く写真復活したらいいのにね。テク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 。タワーオブテラー乗り終わりまして、残すところバケッパのオプション、ビリーブ、20時開演のビリーブです。注意事項を読んだら、45分前から入場できて、必ず開演の15分前までには来てくださいって書いてあります。今が7時17分なので、まあ、30分弱ぐらいまでにはもう場所に移動が必要となっております。ただいまこちらの場所でぐいぐいぐいっと山子さんが出てくるのを待っています。今私の悩みは、待ってる間にビールを買いに行くべ、行っても行けるか、行っても行けるか、行ったらいけないか、行ける、行けない、どっちっていう感じなんですけど、なんか好きすぎてやばい。好きすぎたのに、どこでも食べなかったし買わなかった結果、結局近場のそこまで好きでもない照り焼きチキンロール。でも照り焼きチキンロールヘルシーだよね、きっとね、うん、それ待ってビリビリか、ちゃんとレストランで食べたかったんだよ。今バス好きすぎた。まだ明日があるって、今日だってあるぞ。もう7時半ですけど、今日やっとポテト3本ぶりのご飯です。それの後は年取りホテルのコンビニでご飯食べ、買う。お腹が空いて力が出ないよ。スチームボートミッキー、スチームボートミッキーに何かが売ってるって言ってたよね。わかんない、スチームボートミッキーにありますよみたいな、なんか言ったやつなんだっけ。行きましょう、ともかくお腹が空いたから早く席に座って、トイレが食べたい。トイレは食べない、チキンが食べたい。トイレも心配だから、トイレってワードが出ちまった。もうこの照り焼きチキンロール、今だったらリアルで5個は食べれる。リアルリアルリアルガチ。もう空腹がさすがに空腹が限界だったので、桜テラスで照り焼きチキンロール、ビール買って、うわ泡がなくなったらもうこれだけしか入ってない。買ってバケーションパッケージの席に来ました。めっちゃ見やすい、これキャラクター近いね、あれに似てるね。でもあのリードアイルナの坂のところで見る感じ、あ、そうね、それがもう全く待たずに見れるって最高だね。最高すぎる。最高。ではビリーブ、あと残り何分で開始だ。お、あと15分で始まります。待ちます。あと3分で始まります。本当に今日が誕生日みたい、今日が誕生日みたいじゃない。誕生日当日ほとんど C にいなくて帰っちゃったもんね。今日が誕生日みたい、素敵な一日です。幸せな優雅な一日を過ごさせていただいてます。本当に幸せ。
ではビリーブ見まーす。目に焼き付けます。Everybody's got a dream Somewhere hiding in the shadow Let's pave the world with stardust And paint the sky どうやらよっぽどひどく頭を打ったらしい。だってば、まだ来ない。こんなことをできる。明日、時に無視よ。ヌーワーズにゃー、まずくの始まりだ。何が一番の望みだったんですね。魔法の言葉を。いや近くで見るとあの引きであなたこの間さ一つ前は
フォートレスから引きで見たでしょ、うん、全くなんか別物のショーみたいで感じない？あのラプンツェルがさラテン持ってるの今日知った。え、私もそうかも。友人とあんなにランタンで戯れてたの。あとさ、みんな近くで見たらあのモニターめっちゃ綺麗だね。めっちゃ綺麗。7月もうビリーバー始まって8ヶ月9ヶ月経って結構な回数見てきたけど、ここに来てまだまだ新発見があるっていうのがすごいと思う。近くで見たら知らないこといっぱい。グーフィーに会えた、よかった。今日初めてグーフィー見れた。あのショー見てないからね。ウィズカラーを。それでは時刻は8時半を回りました。8時35分どうする？なんか乗り物する？いや、もうやってやってないもん。何もゴンドラやってない。ゴンドラめっちゃ混んでると思うよ。あ、すごいアプリになっちゃった。じゃあもう近場で乗れるのないか。海底2万マイルだな。エレクトリックレールウェイ。いや、最高でした。スチーマーラインも乗れるぞ。スチーマーラインまだある？うん。え、最高じゃん。乗りたい。最高でした。テック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 。ただいまの時刻1時50分なんですけれども、バケーションパッケージにオリジナルポップコーンケースとレギュラーボックス1つが付いているチケットがあるんですが、好きな味を選べて、どうせならガーリックシュリンプ味がいいということで、8時50分だけど一か八かやっているかどうか行ってみたいと思います。さっきねキャラメルポップコーンのところはまだやってたんだけど、どうでしょう、まだやってますでしょうか。とりあえず向かって見てます。ただいま向かって見てます。あ、電気はついてるけどラインカットしてるんじゃない、あれ多分ラインカットしてる気がしてならない。でも一応電気がついてて、今現在買ってる人がいるけれども、どうなんでしょう、どうなんでしょう。ラストゲストなのか。で、なんかこんなに少ないのがなんか異様だもん。どうなんだろう。いや、でもなんかいけそうな気がする。いけそうな気がする。いけそうな気がします。いけそう。ちょっとチケット準備する。一か八かの大勝負に勝ちました。よかった。イエーイ。ガーリックシュリンプ食べます。いや、引き換えるならここでしょう。はい、ありがとうございます。はい、ここで引き換えるとオリジナルのケースとレギュラーボックスガーリックシュリンプのセットですが、よろしいですか。はい、ありがとうございます。はい、嬉しいとのお渡しです。嬉しいとももらえた。はい、お待たせしました。気をつけてお持ちください。ありがとうございます。ありがとうございます。行ってきます。よいしょ。イエイエイイエイエイエイ。ケースもあります。明るいところで撮ると余計黒くなるのか。あ、来た来た来た。イエイエイエイ。さすがに今もうじゃあこれで8時52、3分になったから、うん、アトラクションは何もやってないか。アトラクションやってないね。くそーノーアトラクション。もう帰りじゃ。エレクトリックレールウェイも閉まってるかな。じゃあ、まあ、行きは乗れんじゃない。帰り歩いて帰ってくるんだけど、帰りは乗れないと。それもそれで楽しそうだけど。
最後の最後にオリジナルグッズを引き換えて帰りたいと思います。場所はチケットホルダーを引き換えたのと同じビッラドナルドホームパーティーみたいなところです。最高です。あ、よかったです。お持ち帰り用の袋は購入されますか？いい1個、はい、お願いします。大きいの1つ、はい、はい。ありがとう。あっという間の一日でした。でもあれじゃない、そして私は何気に久しぶりにディズニーシーに来たので、帰りがけのこのお店が開いてるのを初めて見ました。初めて見たというか久しぶりに見ました。再会したのを久しぶりに見た。ああ、でも買ってたな。ここでハイチュウとか買ってたな。ハイチュウ、コーラ味とソーダ味のあのハイチュウとかよく買ってた。帰りにやべ、会社にお土産買ってねつって、あのバラ巻き用の500円ぐらいのハイチュウ買ってた。懐かしい。うわ、花嫁。はーい、ディズニーシーを出まして、お腹が空いているので私たちはイクスピアリーに行ってます。で、リゾートライナーで行ってもよかったんですけれども、リゾートライナーだと途中で降りてまたトイストーリーホテルまで乗るってなったら2回運賃がかかるので、節約のために歩いてきました。今アンバサダーホテルの中庭です。ここからイクスピアリに入っていきたいと思います。先に調べてくればよかった。大和さんの11時ぐらいまでやってるを信じた。早いんね。だから一緒だ、ピアリと閉まる時間は。CCから舞浜駅まで歩いてきました。いい運動でした。マック行こう。じゃあ帰りましょう。え、マック行かないの？あ、マック行けるかな。マクドナルドに行ってみます。注文できるかどうか。閉店まであと15分。テク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 。マック買えました。マック買えたけどテイクアウトオンリーだったのでホテルには持ち込めないから、今車の中で食べてます。こんなことありますかっていう感じで車の中で食べてます。食べ終わったらチェックインしに行きたいと思います。どの道この時間チェックインが混んでるらしいので、混んでるんだよね。食べ終わっていったぐらいがちょうどかなと思います。皆様おはようございます。2日目です。トイストーリーナウ、ホテルナウということで、昨日はね、車の中でマクドナルド食べた後にトイストーリーホテルチェックインして、もう速攻寝てました。顔も洗わず、お風呂も入らず寝て、で12時半ぐらいに起きて、そこからお風呂入ってダラダラしてたら、なんとそこから寝てません。そこから寝てません。その原因が、なんかダラダラしてさ、お風呂入ってダラダラしてたら、めちゃめちゃ右肩が痛くなって、右肩から腕にかけて、あとは旦那の大演奏会、それで眠れなかったんだけど、今マジで寝違えたのか、右肩がめっちゃ
ちゃ痛くて、なんとか化粧もしました。もう眉毛描くのも、アイライナー描くのも、うぃーって言いながら。やっとお化粧した。だから今日こんな感じの服装なんですけど、肩の負担を減らすために、左肩だけ、オーバーオール、肩にかけてまーす。あ、やばい。で、もしかしたら、右肩痛いのが、そう、寝違えたって言ったんですけど、もしかしたら、なんかね、右肩痛いっていう、こう、霊的なものとかっていうじゃないですか。霊的なものって言うなら、朝5時ぐらいに急に怖くなって、真っ暗にして寝ようとしてたんだけど、急に怖くなって朝5時ぐらいにもう全部の電気つけて、そこから起きてます。ただもう時刻は9時前。これは半年に1回あるかどうかのね、私はもう準備できてたんですよ。半年に1回あるかどうかの私の準備の方が早くって。ヤマトッチを今待ってます。ヤマトッチは今最後のトイレに行っていますので、出てきたら、急いでランドに向かいたいと思います。今日の一番最初のスケジュールは10時半から11時半の美女と野獣の、アトラクションチケットがあるので、それを利用して、で、確か12時か12時半、12時半だったかな、にグリーティング。ミッキーとミニーとのグリーティング。あ、両手で思いっきり手触れたらいいんだけど。ミッキーとミニーのグリーティングがあって、で、スプラッシュマウンテン、あとアトラクション利用券があるんですけど、まあ、それはグリーティングが終わった後に濡れようということで、それが終わり次第、好きなタイミングで、スプラッシュマウンテンに乗りに行こう、という本日のスケジュールとなっております。ね、ちょっと、トイストーリーホテルのレポートが全然できなかったんですけれども、やっぱり一番いいところなんて言ったってもこの可愛さ。そして、私のトイストーリーホテルの好きポイント二つ目は、あ、いた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 。水が飲み放題。だいたいエレベーターホールの近くに、氷とお水出すところがあって、そこに行けばお水が飲み放題っていうところがもう私も大好きなポイントです。はい、ということで朝からね、ここスクエアビューで中庭が見えるんですけれども、じゃーん。朝から子供たちが、子供たちで賑わってます。中庭が見える素敵なスクエアビューのお部屋でございました。海も見えまーす。じゃじゃーん。そういえば私は昨日っていうか今回の旅に日焼け止めを忘れてきまして、昨日日焼け止めなしで過ごしたんですけど、まあでも曇りの方が日差しはやばいって言うじゃないですか。でも本当にそうだった。曇り空だからワンチャン大丈夫かなと思ったんですけど、これ時計外すと。はい、曇りだ。あ、ごめんなさい。しすっごい焼けた。もう一日で腕真っ黒です。一応で日傘は差してたんですよ。日傘は差してたんですけど、もう腕真っ黒。顔だけはバケットハットで守ってたんですけど、で、今日もバケットハットで行く。日差しが強すぎたら、パークの日焼け止めを買おうかなとも思うんですけれども、私絶対塗った方がいい。シミになるんだから。もうこんな歳で。だけど、もうここまで焼けたら、もういっかなって。今年はもういっかな、なんて言うと、もうシミなんだよね。わかってる。ああ、そうわかってるんですよ。日傘ね、持てるかな、うん、右肩が、で、朝から右肩が痛くって、これなんか、体調が悪いところがあると、これ皆さんあるあるだと思うんですけど、ネットで調べて、で、ネットで調べると大体なんか、
一つでもその症状が当てはまるやつの一番考えられる重い病気とかがずらって出てくるから、またそれでもう一人で不安になってで心霊的なものじゃないのかなっていうものも不安になって、結局寝ずにいます。無理せず、暑いからね、体力奪われるから無理せず楽しんでいきたいと思います。あ、ミッキーとミニーのグリーティングの練習を昨日ホテルでヤマトさんとやろうと思ってたけど全然練習できてないわ。ぶっつけ本番で頑張ってきまーす。まずは美女と野獣ですね。じゃあチェックアウトして向かいたいと思いまーす。今ちょうど9時になりました。行ってくるよ。ディズニーランド到着しました。もうあれですよ、ウォルトディズニーワールド以来の連日インパーク、超久しぶりなんですけれども、本日も元気に行ってきましょう。私の右肩は薬が効いて絶好調です。じゃあ紙チケットで行ってきます。この時間ビール売ってるのはどこ？あ、プラズマ。はい、プラズマです。プラズマは朝1から夜一番遅くまで売っておりますので、一番優秀な店舗でございます。さすが。まだ10時前だから売ってる店舗がほとんどないんだよ。プラズマは9時半から夜8時半まで。9時半からやってるの？ほんと。え、おすごい。あれ、串からだったかな。かわいい。串からだったかも。かわいい。串からだ、多分。確かそう、串からだ。まだ撮ってんの？いつまで撮ってんの？何しに来たんですか、プラズマレーズダイナ。今日は一杯だけビール飲もうと思って。メズラピーヤ、メズラピーヤで早くからビールを売っているプラズマレーズダイナーにこの方と来たかったみたいです。さて、早くから遅くまで空いているプラズマレーズダイナー、ただいまの混雑、すぐ買えます、すぐ買えます。バケーションパッケージドリンク2日目1発目はプラズマレーズダイナーで、ヤマトさんはコーラ、私はグリーンオレンジを頼みました。今のプラズマレーズダイナーは平和です、平和です。そして珍しくビールを飲んでらっしゃいます。最近ね、パークに飲んでなかったんです。久しぶり。テク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 。はい。では美女と野獣、タラララ。アトラクション利用券の時間になったので、早速行きたいと思います。っていうか今日めちゃめちゃ空いてるね。めちゃめちゃは言い過ぎだけど空いてる。だって見て、美女と野獣の待ち列ここないんだよ。しかも待ち時間減った、また減ってね、85分だった今。マジで空いてる。さっきスプラッシュマウンテン35分待ちだったから、今日めちゃめちゃ覚悟してきたのに空いてる。夏休みの初日2日目か。あ、こんな感じです。意外すぎて、意外すぎてハッピーサプライズだね。じゃあお願い、ハッピーサプライズって言ってから行こう。ハッピーサプライズ、よし。ありがとうございます。こちら穴開けてお返しします。なくさないようにしまってください。手に隠れないのか。そっか、右側に行くのか。
奥側の列が通常のスタンバイの列。こっちに来るかっていうのがこれ。中もお揃いでしたらお部屋空いてるスペースでお待ちください。ローズがいっぱい植えてあった。何？ディズニーランドローズでしょ？うん、ディズニーローズ。赤いバラ。え？違う種類？うん、確かに形が違う。いっぱい植えてあったね。綺麗だったね、うん。久しぶりの美女と野獣でございやした。進むくんともったぶりかな私。そんなことない？分からん。どうだろう。多分そんなことあるかもしれない。もしかしたら。結構久しぶりじゃん。超久しぶりでした。やっぱり最後のシーンが、あーいや最後のシーンが一番好きって言おうとしたけど、2つ目の私はそこも好きなんだよね。優しく親切だけど見かけはサミーよー。こんなこと言ったらまたサミーって言われちゃうね。100分待ちになってます。じゃグリーティングまであと1時間ありますけど、うん、何しますか？分からん。ブラブラしながら決めよう。ピーターパンとか行く？うん。グリーティングの時間までブラブラしようとしたんですけれども、グリーティングのそもそも時間が12時半じゃなくて12時15分で、開始の10分前までには集合場所に行く必要がありまして、残り時間があと20分となってましたので、いろいろアトラクションに乗るのはやめました。そしてグリーティングをするにあたって、なんと私サイン帳もサインペンも忘れてまいりましたので、これから急いで、あと20分しかないんですけど、これから今から急いでワールドバザールの方まで行ってサインペンを買って戻りたいと思います。やっぱ今日空いてる、全然空いてる。テク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 。5本入り1500円しかなかったけど、5本入り買いました。それではグリーティングスペースに戻ります。こんな模様だった。バラが今ないんだって。では、お待ちいただけないですか？はい。
はい、この白い丸のところで、はい、お客様にご案内参りますので少々お待ちください。ここに来るんだミッキーとミニー。12時15分の帰ってきたから、他にも多分何組か一緒にグリーティングする感じだと思う。ミートニッキーのお家みたいな感じだ。あと10分です。サイン帳は忘れてしまったんですけど、サインペンゲットできたからこの裏面に書いてもらおうと思うんだけど大丈夫かな。ここに記念に書いてもらおうかと思っております。撮りますか。2人を動画で撮ってもらえますか。ありがとうございます。スタートとストップの声掛けだけ私の方でさせていただきます。はい、はい、ありがとうございます。最初にフォトグラファーから撮った後、お手持ちカメラの順で撮影していきます。はい、あ、ごめんなさい、どうしました。彼に当たりました。え、お姉さん最初に、はい、あーって言った時に、はい、この手持ちカメラであーって撮るのは大丈夫なんですか。大丈夫です。ただあのいろいろ落とさないようにだけ気をつけてください、ね。はい。入っちゃった。あ、ミッキーがいるよ。そう、ミッキーは。私ミニーちゃんがいる。あ、ミニーちゃん。そしてまずはね、サインが欲しい。あ、そう、サインが欲しい。ちょっとみんなで、そう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 、よいしょ、ゆっくりでいいですよ。ここ、ここ、行けますか。あ、2人、2人、こっちに1人、こっちに1人。どう？できる？どう？行けそう？行けそう？一応ね、行けなかったらこれも持ってきてる。第1希望、第2希望。あ、そう、ミキさん来たいんだね、ミキね。そうだね。じゃあこちらで。こっちにする？こっちに。じゃあ手を渡しましょうか。そうです、物の大きさは愛の大きさですよね。確かに愛の大きさで。じゃあ手を渡すね、ミキ。はいよ。よかったらしっかりと持ってください。こっち持っていいですか。こちらを落とさないように気をつけてね。ミッキー、上に、うん、でっかく書いちゃおうからね。すごい。あー、ミニーちゃん。はい、次は下に。ラブ、ラブ、ラブ、ラブ。はい、じゃあ、手を渡すね。はい。お願いします。いい感じ、ありがとう。
けありがとうミッキーありがとうピョン中心ありがとう。またお会いしましょう。今は普通に撮れてた。撮れてた、うん、さっきミッキーとミニーのツーショットを撮ってる時ブレブレでカメラの設定がおかしくなったと思ったんだけど、ただ多分私が興奮しても興奮と緊張とあのドギマギでずっとピンボケしてただけだった。ちょっとミッキーとミニーがピンボケしてて、あカメラの設定おかしいと思ったけど、今冷静になって2人のキャラ普通に撮れてたから、私がなんかもうドキドキしてただけだった。でもあなたが撮ってるから大丈夫だね、2人の動画はね。そうね、で多分2人も多分私はうまく撮れてないと思ったから、あのあなたの方にばっかりだけカメラ目線だったから2つの動画をうまく組み合わせたら良くなると思う。私はでもずっとボケてる。ああやばい。ああ、緊張した。幸せだった。ね、テク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 。はい、ドーン。カレーに来ました。私先週2回カレー食べてるけど、今日もカレー嬉しい。中辛、もういつも同じメニュー、全くいつも同じこの甘口のポークカツカレー、中辛のポークカツカレーにチーズトッピング、有料ビールにバケーションパッケージのコーラとオレンジジュース、こちらを頼みました。今すぐ食べたい。こっちの甘口のカツの方がなんか美味しそうじゃない？甘口カツも美味しそうなんですけど、でもとりあえずお腹空きすぎて軽しそうなぐらいお腹空いてるので早く食べまーす。カレーがルー減るの早い、ルー足りないですね、米余る。
はい、ハングリーベアでお腹いっぱいご飯食べて少し休憩してました。では時刻はもうすぐ15時でございます。最後のアトラクション利用券を使って今から私たちはダダ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 ダスプラッシュマウンテンに乗っていきたいと思います。よいしょよいしょ。お願いします。はい、32日スプラッシュバーティー、こちら穴開けちゃいますね。はい、この先でもう一度確認するので持ったままお進みください。はい、どうぞ。いってらっしゃい。いってきます。はい、いってらっしゃい。こちらどうぞ。いってらっしゃい。いってきます。よっこいしょよっこいしょよっこいしょよいしょよいしょ。んとこしょどっこいしょんとこしょどっこいしょどっこしょ。照明レアマックス、よいしょ。マジでほぼ一度も止まることのないまま、あ、やっと止まった。あ、でもまた進んだ。止まることもないままもう乗り場です。乗っていきます。目覚まします。やばい、風呂上がりじゃん。確実に今までで一番濡れた。洋服伝わりづらいか、これ洋服伝わりづらい。でもめちゃめちゃ濡れてます。これ見ていただいたら分かると思うんですけど、びっちょんびっちょん、あーびっちょんびっちょん。服はどれだけ濡れてもいいけどさ、顔だけは、顔だけはと思って。今日気持ちよかったでしょ。あー気持ちよかった。もう一回乗りたいぐらい。でももう滴る髪の毛さ、タオルでもこうやって拭きたいもん。いや、そうやって一回拭いた方がいいかも。濡れました。気持ちよかった。顔の提供でお送りしました。すげー濡れた。気持ちよかった。テク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 。じゃあオムニバスまた来るかな。40分頃までだ。あ、ギリギリまでやるんだね。本日の鑑賞場所はこちら、ダダダダダダ、あそこの地面の切り替わってる色のところの最前列で待つんですけど、まだここをね、オムニバスが通ってくるからここで待ってます。ここを通るからここで待ってます。ここがオムニバスが通るから、あそこの最前列、地面の色が切り替わるところで待ちたい、見たい人はこのなんか柵のね、柵の、誰か、柵の柵沿いに待つことになっているみたいです。ということで、バケーションパッケージドリンク、あのフリードリンク券でトゥモローランドテラスで2回目じゃない、これ2回目。昨日今日で2回目、合計で3回か4回くらい飲んでる。ストラスドリンク買ってきました。テモテラ町ゼロでした。はい、びしょ濡れマックスで超濡れて、やっと拭いてきました。すっきり。
びしょ濡れマックスでさ、もう顔から浴びて、あの動画撮ったみたいに顔から超浴びてさ、ボロボロでマスカラも取れてたのに、そんな時にもうたくさん声かけてきたのにすいません、ボロボロでした。復活、超スッキリ復活しました。で、髪の毛乾かさないといけないので帽子は取ってカチューシャにしたよ。カチューシャ持ってきといてよかった。じゃあ、あと1時間待ちます。あれがツモローランドテラスで、こっちが、なんて言えばいいんだろう、こっちがこっちの、ここの最前列、今日はここから見ます。このグレーから足が出ないように待ってって言われました。ところがどっこい、これ何日っていうんですか、西日っていうんですか、めちゃめちゃ眩しくて大変、見上げるの大変って感じなんですけれども、待ってます。初めての場所、あと20分でパレードはスタートです。あっつー、これ西日っていうの、西日がすごくて暑いけれど、パレードが始まるので頑張って帽子取りました。そしてバケーションパッケージでスプライト買ってきてもらった、あ、スプライト受け取ってきてもらった。こりゃあ私は今日日焼け止め塗ってないからこんがりだな。こんがりこんがりこんがりさん。でもね、スキャンにならなくてよかったね。本当よかった。急に日差しが出てきちゃって、すんごい西日、西日土線。西日の土星じゃないここ。あ、止まった。カラーが終わってクラブマウスビートの統制の時間、もうあと4分で開演、
急いで向かってます。ただいま目の前スペースマウンテン間に合った。お前が、お前が右腕壁に激突。失礼いたしました、申し訳ない。よし間に合った間に合った、よしよしよし、パスを表示、行ってきます。間に合いました、なんとか。よいしょよいしょよいしょ、セーフ、ギリギリセーフ、ギリギリセーフ。一番近くで皆様で、何名様です。一人です。一人、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。次の方どうぞ。今日の席は E-4-5、 こんな感じです。ステージよりもちょっとだけ高いところにあって見やすいです。クラブマウスビートのミキ超かっこよかった。マジで今までで一番かっこよかった。よかったね。もうキーってちょっと最初一人でいい回に行けたじゃん。最初撮らないでおこうと思ったの。40周年のところだけ撮ろうなんて気楽に考えてからさ、あやばいと思って、今日もいつも同じミキなんだけど今日は特に気合入ってると思って、マジでやばかった。すごいじゃん。ミキが出てくるところだけ私も顔くんましながらなんだけど。後で動画見せて。え？なんで？マジでかっこよかった今日のミッキー。ミッキーマウスさんと呼びたい。うん。すごくない？ベンチ。珍ピーね。ベンチだけ空いてる。ここ一個だけ。じゃあベンチで待ちますか。あと1時間半ぐらいあるけどね。お腹空いてきちゃったもん。嘘、うん、嘘はつきまへん、いつも言うけど。
クラブマウスビートの興奮を抑えつつ、バケーションパッケージの追い込みドリンクを今からしにキャプテンフックスギャレーとヘコスビルカフェ2店舗回ってきたいと思います。テク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 、キャプテンフックスギャレーで久しぶりお買い物した。私が並んだ時は3組待ちでした。このキャプテンマックスのドリンクを引き換えてきました。あとお腹が空いちゃってたからベイクドチーズポテト。で本当はお隣のこのトルバドールタバンでこのスパークリングゼリーティーも、これだ、スパークリングゼリーティーも欲しかったけど、これ6時前だったかな、もう閉まっちゃってました。残念。じゃあ次はヘコスビルカフェ行きます。爆買い爆買い爆買いだ。海賊みたいに一人でこれ掃除量なん3、4キロあると思う。チョコザップで筋トレするぐらいの量調達してきましたよ。でもどこのレストラン、レストランじゃないか、ワゴンか、ワゴンも空いてました。有料有料有料、ただただただ、こちらいただこう。夜ご飯あ、むしむしむし。スパークリングゼリードリンク、レモン味。甘じょっぱい。じょっぱい、そうそう。甘すっぱい。これもう取った？あ、ぐるぐるよくかき混ぜてって言ってた。いいよ。スパークリングゼリードリンク、エルダーフラワーシロップ。これ何？ベイクドチーズポテト、キャプテンフックスギャレー。うん、おいしい。白ぶどう、白ぶどうみたいな味。うん、なんか勝手に名前でとっつきにくかったけど美味しい。ベイクドチーズポテト、美味しいでしょ。ベイクドチーズポテトもうまくない？カロリーの塊って味する。めっちゃ美味しい。じゃあ最後の試食はこちら。決めてくれ。このセット最高。すぐ近くで売ってるし。久しぶりにケイジャンシュリンプ買えばよかったな。もうやってないの？もうやってないでしょ。え、じゃあカフェラテも買えないじゃん。
あと55分ぐらいで始まります。待ちます。こうやったらこうなんだけど、こうやったらこうが置こうか。テクテクテク。お知らせです。まもなく光と音のファンタジー東京ディズニーランドエレクトリカルパレードドリームライツが始まります。おなじみのディズニーミュージックに乗せて繰り広げられる美しい光のパレードが夜のパークに永遠の輝きを与えます。なお公演中は照明が暗くなりますのでご注意ください。
エレクトリカルパレードを見終わって、私全員に投げキスしたら、ミッキーとね、ホセと、ホセキャリオカの方だっけ、とマリーちゃんが返してくれた。やったね。じゃあ閉園まで残り30分。やば。私たちは今ピーターパン空の旅へと向かってます。あ、クイズ出そうと思ったのに絶対当たらないと思ってクイズ出そうと思ったのに行っちゃった。ピーターパン空の旅に行ってるよ、意外すぎるでしょ。で、目標は最後に、その後カリブの海賊にも乗りたいの。ピーターパンはさっき見たら10分待ちでした。じゃあ向かいます。買うよ。15分待ちだそうです。何名様でしょうか？2名様です。あとはの中での撮影ご遠慮いただいてますので、よろしくお願いしますね。あ、撮影できないんだ。液晶閉じてても、閉じてても、あの、多分中ブラックライト結構光ってるので、もしかしたらちょっとカメラとかも画像とかが焼けちゃう可能性あるので、そいてもらってもいいですか？はい、こんばんは、何名様ですか？それでは何年かぶりのピーターパン空の旅へ行ってきます。Remain seated with your hands on the side of the pirate ship and watch the children closer. Also, ピーターパン乗ってきました。超久しぶり乗ったけど、すごい楽しかった。結構あんなスリルがあったんだなっていうぐらいね、ヒューンってなったりました。ね。さあ、締め。ポンテスモア、カリブもワンチャン、どうだろう、間に合う、間に合う、急げば。バスあるから、うん、どうしますか？ポンテスモア、白雪姫、ピノキオは？ピノキオやってるかな。あ、フィルハ。あ、まあ、フィルハ、ね、シンデレラ、シンデレラ条件学他に無理でしょ。あ、もうやってない。ピノキオ行ってみよう。ピノキオ、今日は本当珍しいツアーだな。初めて尽くし、初めて尽くしじゃないか、久しぶりと初めて尽くし。ピノキオ行ってみます。しばらくリハブしたような気もするんだけど、どうだろう。すごい背景かっこいい。顎の肉なくなったらもっとかっこいい。これね、これだとかっこいい、これだとかっこ悪い。まだ行けますか？大丈夫。やったー。液晶使わなければ OK。 よし、じゃあ行きましょう。私はじゃあダメだ。持ってきます。私は液晶必須だからダメだ。テク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 。ピノキオ乗ってきまして、なんかまだ行けそうな気がするので、乗れたら最後にスモアで締めたいです。あ、行けるよーし。じゃあ今日の最後はいっちゃスモアだ。できまーす。手や足をコートの外に出したりせず、お子様ならば目を離さないようお願いします。またフラッシュ撮影のご遠慮ください。それでは皆さん、良い船旅を。めちゃめちゃ涼しい。背景映え。エレクトリカルパレードが終わってからのアトラクション3連発。最後スモアで締めます。めちゃ久しぶりだ。これは久しぶりだわ。待って、
さよなら。行きまーす。おお。乗って降りてきたら9時15分になってます。ではもうね、新エリアの方には行けないように、あのセキュリティさんが整備されてました。じゃあ、トイストーリーホテルに戻ろう。トイストーリーホテルに戻ります。あっという間だった。早かった。全然ツーデイズできる。ツーデイズ皆様見てくださってありがとうございました。本当に豪華で幸せな初めての体験の連続で、貴重な時間ばかりの2日間でした。こんな貴重な時間をプレゼントしてくれたおもちに愛を送ります。ありがとうと伝えます。ありがとうございました。本当に素敵な2日間でした。終わりたくない、終わりたくない、終わりたくない、終わりたくない。待ってたって、あのグリーティングができたことも幸せだったし、初日のビリーブもあんな場所から見れたのも最高だったし、間違いなく今のところ今年一番の思い出です。では帰ります。みんな最後まで見てくれてありがとう。バイバーイ。終わりの絵かっこよすぎん。I'm getting tired of your bullshit. I'm tired of your voice. I'm getting tired of the way you leave me hanging with no choice. If you would ask me long ago, back when you seduced me, yeah, I felt like a domino. But I knew you were liability. He said, babe.We were through. I've been busy hanging with my boys, but you were
I've got no sense of touch. I'm always pouring out my heart. No, little by little here. I'm always pushing things too far. 2, 5, 6, 10 drinks at the bar. No boundaries, I get too close. No, little by little here. 'Cause I give my all. Oh, no, little by little, I pour out my heart. Oh, little by little here. I always run and hit the wall. I'd rather jump and risk the fall. I see no limits in the sky. No, little by little here. No, no. Got stuck on working on myself. Thought I was wrong and needed help. But I'm just different, something else. No, little by little here. 'Cause I get my. All that I can be. Let me fly, let me fly, let me fly.